新キャラどう使ってみた。俺は昇進の上肝を立ってる。波の必殺技を使用し、チェーン係数の増加と基礎攻撃力を上昇させる。出てこい。出てこい。ネトの必殺技を3回使用し、属性相性強化とチェーン係数を増加させる。クザンの必殺技を使用し、しびれとやけど状態を6ターン回復、防御力ダウン中の敵に与えるダメージを 2.5 倍にする。相変わらず言ってクザンの必殺技を使うためにローの必殺技を使います。イルーム、アクティート、クザンの属性超過は早属性打突強靭タイプ耐性を 20% 下げ。氷の世界へ行ってくるか。クザンの必殺技を使用し、防御力ダウン中の敵に与えるダメージを 2.5 倍にする。相変わらず言いてえこと全部口に出すね。そのどれも叶えられねえよ。もう一度クザンの必殺技発動。ローノバーサス効果を発動して船長を入れ替える。ローが最後ラッシュスモ技で終わるようにタップしていきます。行くわよ。ラッシュスモ技の演出もかっこいいですね。切断しろ、上陸だ。皆さんは今回の新キャラ黒ひげ VS ローゲットできましたか？よかったらコメントで教えてください。よかったらこちらの動画もご覧ください。この動画がよかったらぜひチャンネル登録と高評価お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。